こんにちは。2024年11月16月日日。日土曜日今日も夕方のいうと思いますすごいなこれ作品を見る人顔をのぞくと衝撃の事実が770万円表示美術展で熱心に作品を見ている人がいると思ったらその驚きの正体を明らかにした東京が投稿が XTwitter で話題になっていると770万回表示ちょっと後で開いていきますん、ね、で見てみますねノスタルジア記憶の中の景色 懐かしさの系譜大正から現代まで東京都のコレクションなんでしょうね開いておきます今週末に期待えベスト9の展覧会ではちょっと開いておきますそしてえっ、ー、と他にもいろいろとねあのアプリも面白いものがいっぱい出てるなと思いますけれどもではあのうん えっとすみませんね何がいけないんだえー、作成あちょっとうまくいかないですねえー、世界遺産20年で難画展覧会和歌山県立近代美術館にいて難画南,南の絵ですね、えー、兵庫県ニュー遊び場創造のボリューム12、えー、絵画になるまで しょアートスケープの展覧会の障子がありますね。映画。映画サイトで2.6点、えー。主演映画に集まる国評。これ、ね、昨日のやつか。えー、っと、ちくのミュージカル映画が高画質で蘇みがえる。レ・ミゼラブルデ・デジタル・リマスター版 <laughs> 余裕の中の。余裕のなさがデスクに現れるタイプの設計者。設計事務所あるあるシリーズ。ーズテクチャーマガジン。 というニュースがありますね。で、次はどんなことを。え、なんか、どうしてこれ。あ、なんか、文字数を結構打たないと、あの、スタートできないっていうことですね。では、いきます。えー、っと、マイキータが、 ファッションスナップのニュースですけれども巨匠パク・ソボとコラボしたアイウェア330本限定販売現代芸術における中心的存在なんですねパク・ソボなんかあまりこの韓国人の有名な現代アーティストなかなか知らないんですけれども、えー、いいですねちょっとあのー、調べてみようかなと思ってますポッドキャスト トランプが優勝したのは勝利したのはポッドキャストで若い男性の心をつかんだためだという記事があってなんかそういうふうに言われてるんですよね最近そのポッドキャストがその大統領選にあの影響したってことを書いてるんじゃないですかちょっと調べてみようと思います「えー、格言安田記念とマイル CS の違いを意識せよ」競馬コラム次音楽、えー、週刊オリコンランキングですね今日の朝読んだやつですね えっとブルガリアの彫刻家ストヤノフさん、茨城・桜川で制作、それから非常識すぎる着こなしに標、国評、それはあれですね、あれですね、40歳以上がユニクロなどファストファッションで気をつけていることは安っぽくない、これは結構気になりますね、新しい運動で、新しいタブで開いてみますさあでは、えー、ピッックアプします。 すごいなこれと顔を覗くとネトラボなんですけれどもこれは何でしょうね作品を、えー、メッシに見ている人の正体は日本国憲法2024年を訪れた展覧会のことみたいですけどあまりにリアルだというふうに書いてあるなそういうことかそういうことかじゃなくてあの見入っている人が、えー、とあのそっくりにできているマニキンのように作られているということですねノスタルジア、えー、記憶の中の景色 東京都美術館ですねこれが上野の東京都美術館で上野アーティストプロジェクト2024ノスタルジア記憶の中の景色が開幕したと来年の1月8日まで、えー、やられるそうですねこの募集がね前あったんですけどついつい逃してしまいますね次い行きます、えー、美術手帳さんのニュースですけれども えー、両側院という京都の、ね、お寺ですけども先日あのエリザベス・ペイプトンの展覧会僕行ってきましたけれども動画を消してるんでもうちょっと動画があったらあのもう一回、あのー、アップロードしとこうと思いますんで、えー、他には、えー、人間国宝の志村福美さんの展覧会ですね えー、マイキータっていう名前のベルリンのアイウェアブランドなんですね。マイキータ MYKITA っていうブランドなんですけれども、えー、パク・ソボとのコラボレーション、リミテッド・アーティスト・エディション、えー。日本では11月16日に発売となるというわけですね。韓国の単色画、ダンサエ・コッホアという、まあ、分野があるんですね。そういうふうに。韓国の単色画という。 もうモノクロームの、ね、絵画なんでしょうね。それをあの象徴したようなベルリンのアイウェアブランドコラボってことらしいですね。こういうのがだんだん増えてくるかもしれないですね。えでは、クーリエジャポンのニュースなんですけれども、そうなんでポッドキャストがえ若い男性の心をつかんでトランプを勝利に導いたのかというふうに書いてありまして、えー、っと、 えー、ガーファーが、まあ、作り変えた世界というような著書の人らしいですねデジタル経済の先にあるものという連載みたいですけれども、えー、ネットフリックスの番組を行ったり来ているこんなのは嫌だというふうにモンスターズ・メンデナス兄弟の物語息子が2人いる父親としてはただ単に不穏だ、えー、何のこと書いてるんでしょうね えー、そうですね、この記事の内容は CNN の看板番組アンダス「アンダーソン・クーパー360」というのがあるんですね。で、そのまあ議論とかがあったわけですね。で新しいメディアとして、えー、ジョン・ F ・ケネディはテレビを活用しレーゲン、レーガンはケーブルニュースを極めた。 オバマはインターネットで若者の有識者を活性化し、トランプはツイッターで世界の注目を集めた。そして今年、その役割を果たしたのはポッドキャストだったと書いてありましてメディアイベ、メディアイベントは討論会とハリスとトランプがそれぞれ人気ポッドキャスト、コールハーダディとジョーローガンエクスペリエンスに出演したというわけですね。ああ、そういうことか。つまり僕もちょっとその、 頑張ってみますねあのコールハーダディとジョー・ローガン・エクスペリエンスこれにちょっと僕もちょっと追いつけ追い,、ま、追い越せみたいなに頑張りますんで皆さん応援お願いしますローガン Spotify で1600万人の登録者むちゃすごいですねえこのポッドキャスト登録者45人くらいなんですけども増えるんですかね3年やってるけど何かが違うんでしょうかねわかんないけどまあちょっとその ちょっとチェックしてそっくりな感じでやってみたいなと思いますけれどもはい、えー、数字で見る、えー、現実というわけで最後 UCLA のポート部員だった私の場合下ネタを言ってそれなりの収入を得られる人気ポッドキャスターになるよりオリンピック選手になれる,なる,なれる確率の方が3.5倍高かった、えー、というふうに書いてありますけど、はい、まあ僕は、ね、音声がすごい好きなんで、えー、続けていこうと思いますけどお願いします。 え最後40代以上がユニクロなどファストファッションで気をつけていることとはーと書いてある「クフラ」といったニュースのあれですけれどもえファストファッション見えてきたえっていうかね今日お昼の,あのこのニュース朝読んだやつにやっぱお紅茶とコーヒーの,あの効果紅葉の違いみたいなの書いてありましたけどなんかこう喉がイガイガした時もうねもうガブガブ <laughs> 戦場並みに除菌しようかなと思ってあのコーヒー飲んでごっってやってましたけどなんか調子よくなってきましたね何、えー、だっけ <laughs> 1位ユニクロ2位島村ま3位 g u 4位ザラ5位ギャップとなっている堂々の1位はユニクロというわけですねよく利用しているというわけですね え丈夫で長持ちするかどうかを使えますとファストファッションと家でも長く使いたいのでという意見とかがですねありまして使いやすいカラーやデザインとなってましてさてさて気のつけていること一体何なんでしょうねまあサイズ感がねおかしくないかっていうの気をつけたり色を気をつけたりするというふうに書いてありますけれどもまあ買いすぎないようにしましょうと えー、クレーニングにはお金をかけたくないので家で洗える素材かチェックするなんてこと書いてありますけれどもダウンジャケット今年どうなるんでしょうねはい、まあ、こんな感じで、えー、ニュースをお届けしました皆さん良い一日を良い夕べべお過ごしください、えー暴走あれ